世界平和統一家庭連合、旧統一教会の問題をめぐり、文化庁の有識者会議はきょう、宗教法人法に基づく質問権行使の基準を取りまとめました基準では、宗教法人や信者らの法令違反が繰り返されている場合や、被害が重大な場合に、裁判の判例などの客観的な資料や根拠に基づき、質問権を行使できるとしています。 今後、文化庁はこの基準に沿って旧統一教会への適用を検討し年内の質問権行使を目指して手続きを進めます。